それでは始めます。ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ、ジーザスレインズ良かったですよね。もう本当にすごくこう感激しましたね。でもジーナさんのようにあれか熱く祈りたいですね。もう本当に涙流して祈るということがですね、本当にこうリバイバルの時にその涙流しながら祈る、まあ、それだけだってフィリップの方が日本のために涙流して祈ってるんですよ。アメン。私たち日本人のクリスチャンが涙流して祈んなかったらですね、変ですよね。私たちね、外国のためにも外国の国のために涙流して祈ったことはないんじゃないかと思うんですけど、でも自分の国のためでも涙流さなかったらね、結局本当に心を尽くしていることにならないんじゃないでしょうか。一番の聖書の命令は心を尽くして思いを尽くして力を尽くして主なる神を愛せよとあります。つまり私たちは心を尽くす、思いを尽くす、ね、力を尽くす、そのように、その神を愛する、ね、神を愛するということにおいて私たちは全身全霊で歩む必要があるのではないでしょうか。もちろんそのためにはすぐできることではないかもしれません。最初からできるわけじゃないです。最初は傷ついて、ボロボロで、ね、そのいろんなことので落ち込んでいたとしても、一旦イエス様を信じて一旦油注ぎを受けていくならば、その傷が癒されて整えられて、だんだん体力がついて、だんだん、心が強くなって、そしてだん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 、神様にあって役に立つものになっていくのではないでしょうか。ですからリスナーの方で、その傷ついてる人たくさんいると思います。弱ってる人たくさんいると思います。でも大丈夫です。イエス様を信じ始めてから変わるんです。イエス様がそのエネルギーの源なんです。イエス様が命の源なんです。イエス様がその希望の源なんです。その人間にとって、人間にとって人間を作ったくださった神様とつながらなければ、そのライフラインがなければ、ライフラインがなければもう弱ってしまうんです。分かりやすい例えは、例えば電気ですよね。電気充電切れたらダメでしょ。多くの人は充電切れのスマホなんです。多くの人はですね、もう押しても動かない、出てこない、充電切れなんです。充電切れなんです。だから使い物にならないんです、ね、しかしイエス様とイエス様を信じた途端に充電されてすぐにオンができるわけです、ね、イエス様おっしゃいました、ね、死んだ死人が神の声を神のこの声を聞く時が来る。今がそうである。神のこの声を聞くとよみがえると書いてあります。それは充電切れのスマホが、ね、このイエス様の声を聞いて、ね、その機能するようになることなんです。人間もそうなんです。人間もそうなんです。人間もですね、その本当の命、本当の力、本当のエネルギーが必要なんです。その世の中の、ね、ガソリンが必要な車、電気の必要なスマホ、ね、そういうものはそれを表してるんです。神様がそういうことを通して教えてるんです。あなた方に何が必要なんですか。人はパンのみに生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によるとあるじゃないですか。パンのみによる、パンのみによらずというのは食べ物だけじゃないんだよっていうことです。人間は食べ物だけで生きてるんじゃない。神の言葉が必要なんだ。神の言葉が力、神の言葉がエネルギー、
神の言葉が私たちの生きる、ね、その人間にとって必要なものなんです。アメン。神の言葉が私たちの霊的な糧なんです。ですから、その、まあ、この世には飢餓というのがありますね。多くの、まあ、国では飢餓、本当に飢えている子供たちがたくさんいます。本当に、それは悲惨な状況です。一部の人たちが、その、搾取して、ね、搾取して、貧しいものが虐げられているこの構図、これは悪魔の構図です。アメン。悪魔が弱い者いじめしてるんです。しかしもう一つの意味は、ね、多くの人が神の言葉に飢え渇いてるということです。アメン。神の言葉を与えられていない。だから牧師に責任があるんです。牧師は神の言葉を与える責任があるんです、ね。羊たちに草を与えるし、ね、草を与えるからといって笑わすという意味じゃないです、ね。食べ物を与えるということですね。人間には本当の食べ物、神の言葉という食べ物が必要なんです。アメン。日本がクリスチャンが少ないのは、ね、神の言葉をもちろん多くの伝道師、宣教師、牧師たちは語ってきたかもしれない。でも多くの人たちは神の言葉が耳に入っていないわけです。聞いたことがない。イエス様について聞いたことがない、十字架について聞いたことがない、地獄について聞いたことがない人がたくさんいるわけです。聞いたことがあってももうすぐに忘れちゃってる人がたくさんいるわけです。ですから大事なのは、その水にパンを投げるように私たちは御言葉を、その人々に投げなきゃいけないんです。そしてその御言葉を撒いてるときに、その御言葉が人の心の中に入るならば、その御言葉が芽が出て、その人は命を得るようになるんです。ですから今私たちはもう本当に、時が良くても悪くても御言葉を語って、御言葉を語って、ね、人々に本当の命、本当のエネルギー、本当の希望、本当の愛を私たちは述べ伝えなければならないのです。イエス様を述べ伝えなければならないのです。イエス様を述べ伝えなければならないのです。皆さんその重要性を知ってください。人々に必要なのは、この世的なものではないんだと、お金ではないんだと、この世に必要なものは何かと、イエス様が必要だということです。イエス様が必要です。全ての人にイエス様が必要なんです。本当に必要なんです。私にとっても必要なんです。皆さんにとっても必要なんです。本当に必要なんです。一番大事な方、一番大事なもの、ね、一番大事なもの、本当にイエス様が大事だということを皆さん悟りましょう。悟りましょう。アメン。アメン。ハレルヤ。おはようございます。ハレルヤ。アメン。御言葉が本当に僕たちに必要なエネルギーです。イエス様こそがもう全ての人にとって大切な、もう何よりも大切な、生きる上で必要なエネルギーです。エネルギーを素敵に、ジーザース。レギュラーですか、廃屋ですか。皆さん廃屋が欲しいですよね。廃屋満タン、ザー、天国ポイント止まります、ビューンみたいな感じで、もうとにかくそうエネルギーに満たされて、もう毎日の食事よりも御言葉が大切です。イエス様が大切です。イエス様の言葉を本当に魂の奥の奥まで吸収して、で僕たちがその人を傷つける生き方ではなくて、人を愛する生き方に、まっすぐに進んでいけるように、神様に受け入れていただける本当に清いものとして、そのイエス様ゆえに作り変えられることができるように、いつもいつもその 今この瞬間イエス様を、心で受け止めているイエス様を信じているという方も、これから始まるその1週間 その道のりにおいて、もう絶えずそのエネルギー、イエス様の御言葉、それを
っぱり吸収していかないとすぐに悪魔にまた奪い返されてしまいます。でも神様はそれを望んでおられません。神様は僕たちがいつもその神様と一緒に歩むこと、その苦しまず、まあその神様にその従っていくっていう上での神様から与えられる試練はありますけれども、その神様との関係が切れているところで僕たちが苦しむ、お互いに傷つけ合う、そういう現状を神様は決して喜んで見ておられるわけではないんです。神様は僕たちが、本当にお互いを受け入れ合えない、喧嘩し合っている、差別したり見下してしまったり、まあ、本当にその人を踏み台にして自分だけが高ぶろうとしたり、そういう、その自分勝手な心、そういう欲望、それを本当に誰よりもその皆さん自身もそれで傷ついてると思いますが、そのこの世の中で苦しんでいるその一人一人以上に神様は僕たちがその罪に陥っているその状態を本当に涙を流して、悲しんでおられます。神様が一番僕たちのために涙を流しておられるんです。で、僕たちがそうイエス様に立ち返っていった時に、イエス様のもとに、ああイエス様、今までイエス様を知らずに苦しんでました、それによって、自分自身も苦しかったですし、神様もそれで、その一緒にその苦しみを、その僕と一緒にこう分かち合って、それで、その同じ苦しみを、そのイエス様が受けてくださっていて、で神様も本当にそれで苦しんで悲しまれて、それでずっとこう、見ていてくださってたんですねっていうことを、心にこう受け止めて、で神様のもとに本当に、逃げ込むようにして、もう本当に神様は天のパパです、パパって言って、天の神様のもとに僕たちが帰っていった時、もう神様は本当に涙を流して喜んでくださいます。でそしても本当に全ての人、その神様のもとにその、帰ってこれるように、イエス様はもう本当に全ての人に手を差し伸べておられます。もう僕たち一人一人のために、まあ、今放送を聞いてくださっているその画面の前の皆さん一人一人のためにも、イエス様は十字架で肉を裂いて痛みを受けて、その命を捨ててくださいました。そして復活されたんです。でイエス様が十字架にかかられた時、神殿の、その垂れ幕が真っ二つに裂けたって聖書に書いてあります。神様と人間とは、もうイエス様が来られる前まではもう本当に、距離がものすごく離れていました。神様の愛を僕たちが受け取れなくなっていたんです。で、僕たち人間の方からその神様に背くっていう方を選んで、神様の前で本当にその神様に顔を合わせることができない、神様と顔を合わせるのが恥ずかしい、もう自分たちはもう罪深い、そのどん底のままで行けるしかないんだっていう、もうその絶望の中に落とされて、でその悪魔に引っ張られるままに、もう本当に神様の御心からもうどん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 離れて、もう本当に修復不可能な状態にまで陥ってたんです。でもイエス様が、あなたたちを許すよと、神様がそのイエス様を通して本当に僕たちを、許してその、和解するっていうこと、神様は何一つ、悪いことをされていません。神様は僕たちをもうただただ愛そうとしてくださっていました。僕たちがその神様に背くっていう方を選んでしまって、それでどん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 、悪い方向に行ってしまっていた、そういう本当にどん底にあった僕たち人間のこの世界に、神様がさらにその愛によって、神様の本当にただその神様の愛によって、イエス様をそういう神様の一人子を、送ってくださり、そして僕たち人間に本当に人の姿として神様ご自身が寄り添ってくださった。そして僕たちがその罪の中で、味わういろんな苦しみ、いろんな悲しみ、そういう絶望、そういったものを、そして最後は死ぬっていうところまで、もう全部僕たちが、その味わういろんな多くのその罪の結果、それを、神様ご自身が僕たちと一緒にその味わってくださった、それを経験してくださった、そしてその罪を背負って死んでくださって、そして蘇ってくださいました。それによって僕たちはその一切その罪の結果である苦しみを背負わなくてもよくなったんです。イエス様が代わりにその苦しみを背負ってくださった。
だから僕たちはもう神様に許されていることをもう本当に、堂々と、そう信じ、そして、宣言して、もう喜びで満たされて生きることが、イエス様ゆえに許されたんです。ですから全ての人が本当にそうイエス様の救いを、イエス様の愛を受け取る特権があります。皆さん本当にこれ特権だと受け止めてください。もう本当に大きな大きな神様からのプレゼントです。イエス様を信じることが許されている、もうこれはもう本当に何にも勝る大きな、喜びの知らせです。そのことを、僕たち本当にみんなでこう一致してイエス様をみんなでお迎えして、そのイエス様の愛を、イエス様の救いを、もうどんなところでも、もうあの全力でもう心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、もう全てを尽くして、そのイエス様の愛を、知らせていきましょう。イエス様の愛を宣言していきましょう。イエス様の愛をみんなで、本当にこの世界の作られた人みんなで分かち合えるように、本当に僕たちがその神様が望んでくださっていることの通りに、用いられるように、本当に、一人一人の心から、それを、願いながら歩んでいく。そしたら、神様はもう必ずどんな状況に置かれている人でも、どんな人であっても、用いてくださいます。もうそのために、僕たち本当にその神様に作られた意味っていうのを、もう本当に毎週毎週、こう再確認していく必要があるなっていうことを思わされます。僕たちは神様と愛し合うために、そして神様のもとでお互いに愛し合うために、神様からこうやって生み出されています。生み出していただいてます。で、その神様をもういつも褒めたたえる、神様だけがその全ての愛の源である方です。で、その神様が素晴らしいっていうことを、このことを、本当に心からそう宣言していくこと、神様の素晴らしさだけを讃えるっていうことによって、僕たちは、罪に陥るその危険から、逃れさせていただくことができます。で、神様からの祝福を本当にたっぷり受けて、その本来のそう人としての生き方、人として、本当の意味で生かされるっていう、本当の人間になるっていうこと、それはもう本当に神様を礼拝する、そして神様とつながる、神様と一緒に歩むっていうことです。どんな時も神様を礼拝していきましょう。この日曜日だけではなくて、今ここでたっぷりその御言葉を、心に魂に吸収して糧を与えられて、みんなでそれを分かち合って賛美して、それを1週間ずっと続けていけたらなと思います。みんなイエス様のもとでどこにいてもつながれています。イエス様が一緒にいます。そのイエス様と一緒に歩む1週間を今日からスタートしていきましょう。では、皆さんで本当に大きな声で賛美していきましょう。もう恥ずかしがらず堂々と、声を上げて、神様に本当に子供のような心で賛美していきましょう。もう何も恥ずかしがる心配はありません。本当にその周りの人に変に思われたとしても、もう本当にそう純粋な心で思わされるままに神様に、声を上げて賛美していけばいいんです。それを神様は喜んでくださいます。神様を本当に喜びましょう。神様を喜びましょう。神様の目だけを恐れましょう。神様のもとで僕たち全ての人は生かされています。ですから本当に子供のように、神様から見れば僕たちみんな子供です。ですから 僕たちが子供のように元気よく賛美するということ、神様は本当に心から、喜んでくださっているっていうのを本当にいつも感じます。もう本当に、どんなにこう、暗闇の中にいる人も、どうかその画面の前でも、声を出して一緒に歌ってみてください。そして踊りたくなったら一緒に踊ってください。で、喜んで神様を賛美していきましょう。アーメン。賛美しましょう。
けます。73番変えられる新しく変えられる
Yeah.
練習さん来たんで、もう一曲やりますか。雨。雨。練習したんですか。練習してない。
弦切れちゃった。曲あったの。私たちのこの口はね。あ、私たちも。いや最後に、はい、主に向かって思いを込めて、思いを込めて、思いっきり賛美しましょう。アーメン。23。Thank you.
ました。ありがとうございます。失礼しました。ハレルヤハレルヤアメンアメン、主に向かって賛美する、主に向かって礼拝する、なんと素晴らしいことでしょうか。以前はですね、もう本当にそういう礼拝賛美何それっていう感じで、信仰がない時はですね、その賛美してる人たちを見てですね、なぜあの人たちはあんなに賛美してるんだろう、あんな礼拝してるんだろう、その体験がないとわからないわけですね。で、実際にその賛美の中に入って一緒に賛美して一緒に礼拝してるとですね、その油注ぎが来てですね、わお、こんなすごいんだ、もうカラオケなんか目じゃないと、もうこの世のね、その歌なんて目じゃないと、もう本当のあの音楽、私よく言うんです、音楽とは音楽を作った方によって、方を褒めたたえることだということですね。音楽っていうのはそもそも、ね、神が作ったものなんです。人間が作ったものじゃないんです。作曲は人間、作詞作曲は人間するかもしれません。でも音楽というシステムは神様が作ったんです。メロディー、ね、それからリズム、それからハーモニー、またそういう歌の、ね、歌のこの心に響くような歌、そういうものは本来神様が作って神様のために作られたんです。ですから私はよく言うんです、ね、クリスチャンになった方に、賛美歌を聴いてください、賛美歌を歌ってください。もうこの世の歌は、こう恋愛を歌ったり人間賛歌だったり神様じゃないものを褒めたたえている、ひどくなるともう悪魔崇拝に使うような曲もあるわけです。その、ですからそのイエス・キリストを賛美するということがまさに本当の音楽なんだということを理解したときに、だん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 それが分かってくると、賛美歌以外、イエス・キリストを賛美する賛美歌以外歌いたくないんです。他の曲歌いたくないんです、ね、他の曲歌いたくない。結婚でもそうでしょ、夫か妻がですね、他の男性や他の女性を綺麗だねとか素晴らしいだねって言ったら嬉しくないでしょ、ね、やっぱり夫婦というのはお互いを喜び合うわけですから、他の人を賛美したらやきもち焼きます、ね、同じです。神様は、神様が作った人間であり神が作った世界ですから、当然神を褒めたたえるべきなわけです。当たり前のことなんです、ね、ここに綺麗な絵がありました、 名作の絵がありました、ね、でその作った作者を褒めたたえないで関係ない人を褒めたたえたらどうですか。で作者は絵と思うでしょ、私が描いた絵ですよ、ね、その見た人がとても素晴らしいけど別な方を勘違いして褒めたたえたらおかしいですよね。多くの人は偶像崇拝っていうのは まさにそういうことです、ね、偶像崇拝っていうのは神が作ったものを神じゃないものが作ったかのように勘違いする、そのこの世界が神によって、その機能しているのに保たれているのに神じゃないものを褒めたたえたらそれはおかしいことです。ですから私たちもそれを以前は知らなかったんですね、そういうこと知らなかったんです、本当の神様がいることを知らなかった、本当の神様がこの世界を、その保っていることを知らなかった、
自分がどこから来たかを知らなかった。皆さんは自分の親は知ってますよね。アメ、自分のお父さんお母さん知ってますよね。皆さんは肉体的にはお父さんお母さんから来たんじゃないですか。それは神様があなたの親を敬えというのは、あなたの親を敬えというのは、あなたからどこから来たかを覚えなさいということです。私たちは往々にして親を、ね、敬わないことがあるんですけど、それは、聖書で言っていることは、親を敬えというのはとても大事なことなんです。なぜかというと、肉の親を敬えなければ本当の霊の親を敬えないからです。アメ。私たちはもちろんクリスチャンじゃない人でも親を敬っている人はいるかもしれません。それは立派かもしれませんね、親孝行している人いるかもしれません。悪い親でも敬っている人がいるかもしれません。それは素晴らしいことです。しかし、親を敬うことを通して、親を敬うことを通して本当の霊的な親である神様を敬うべきじゃないですか。私たちは、ね、その方から来たんです。皆さんは神に似せて作られたんです。皆さんは神に似せて作られた存在なんです。どこから来たんですか。神様から来たんです。誰が作られたんですか。神様が作ったんです。皆さん、私たちは、ね、もちろん動物も神が作ったかもしれません。でも神様に似せられたものとしているんです。皆さん、だとするならば、なぜその作ってくれた方を、ね、敬わないのですか。感謝しないのですか。それが罪なんです。罪とは何ですか。罪とは本当の神を認めないことなんです。本当の神を無視することです。本当の神に感謝しないことです。それがどれほど大きな罪かということを、私たちはクリスチャンになって気がつきました。クリスチャンになってその罪が見えてきたんです。まあいろんな形で見えてきます、ね、皆さん、人を人と思わずという言葉がありますけど、世の中では礼儀のない方、ね、非常にこの、乱暴な方、ね、人を人と思わない方がいますよね。暴言暴力を吐きます。人を本当に全然無視するような人がいます。もし皆さんがそうされたら嫌な気持ちでしょ。皆さんがなんか礼儀のないような対応されたら嫌でしょ。そういう経験たくさんあるでしょ。そういう嫌な思いたくさんありませんか。ひどいこと言われる、ね、なんか人を、ね、なんかこう無視されるようなやり方、なんかこう邪魔扱いされるような扱いとか、ね、なんかこう非常にこうないがしろにされるあり方ありますよね。皆さん、誰でもそういう経験があるでしょう。誰でもそういう経験ありますよね。それを神様にしてるということです。神様にそれをしてるんです。とんでもないことなんです。とんでもないことなんです。わかりますか。してはいけないことをしてるんです。私たちはその自分のいろんな経験を通してだん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 見えてくるんです。罪が見えてくるんです。ああ、私はなんと神様に対して神を敬わないことをしてきたんだろうか。自分勝手なことをしてきたんだろうか。神様が喜ばないことをしてきたんだろうか。ああ、なんということをしてきたんだろうか。神を無視し、神の御心をないがしろにしてきたんだ。しかし、そんな私たちも神様は寛容に見守ってくれて、私たちが本当にそのことに気づくまで、神様は温かく私たちを見守ってくれているんです。神様は優しい方です。最後の最後まで寛容なんです。いつまでもね、いつまでも私たちを見守ってくれているんです。でも無限じゃないんです。私たちは限られた時間の中で許されていますけど、その与えられた時間の中で気づいて、
そして悔い改めて、あ、神様ごめんなさい、神様に対して本当にとんでもない態度をとってました、敬っていませんでした、感謝してませんでしたと、そのように気づいた人は幸いです。そしてその罪が大きいのです。ものすごく大きな罪なんです。アメン。昔その天皇が神だと言われている時に、なんか不敬罪っていうのがあって、罪が重かったわけですね。その位の高い人に対する罪が重かったわけです。昔殿様に対して、不敬を働いたらもう即死刑だったわけですね。だとしたらば、人間のね、人間の、偉い人に敬わなかったら死刑ならば、神様に対して敬わなかったらどれほど大きいですか。ですから聖書では書いてあります、罪の報酬は死だと書いてあります。罪の報酬は死だと書いてあります。エステル記でエステル の王様がいました、ね、で勝手に前に出たら死刑なんです。だからエステルはもう勇気を持って前に出ましたけど、勝手に許可なく王様の前に出たら死刑なんです。それほどその目上の上に対しての罪が大きいならば、罪の報酬は死であると、神様に対する罪が死であるということは分かります。私たちは本当に神を恐れる必要があります。そして敬う必要があります。私たちは、以前はその神を敬わないものでした、神の存在すら認めませんでした。しかし私たちはイエス様の福音を聞いて、自分の罪が示されて、自分の罪が見えてきて、悔い改めるようになりました。私たちは、ああ神様に対してとんでもないことしてきた、もうこれからはそういうことをしたくない、もういろんな理由があったとしても、いろんな理由があったとしても、私たちは神から来たものとして神に対して正しい態度を取るべきだ。そして神様に対して正しい態度を取り始めた時に、私たちは人に対しても正しい態度が取れるようになってきたんです。敬えない親を敬えるようになりました。人に暴言暴力をしてきた人間に対して優しくなりました。礼儀正しくなりました。それはイエス・キリストを信じてそのように変えられたからです。神様を敬うとイエス・キリストにあって変えられていくんです。神様を認めるとイエス・キリストにあってふさわしいものになるのです。もし神様を認めないならば悪魔のようになっちゃうんです。なぜ多くの人は、悪いことをするんですか。神に対して正しくないからです。なぜ暴言暴力をするんですか。それは神様に対して正しくないからです。アメン。私たちはイエス・キリストを信じて神と和解して神様に対して敬うようになったんです。私たちは神を敬うのです。聖書の中に神を敬うという言葉があるんです。あなた方は神を敬うものだと書いてあります。多くの罪というのは神を敬わないものです。しかし私たちは神を敬うものになりました。今日の御言葉、ヨハネの 5-23、 ヨハネ 5-23、それはすべてのものが父を敬うように子を敬うためです。子を敬わないものは子を使わした父をも敬いません。これはどういうことかというと、そのイエス様を使わしました。神様はイエス様を使わしたんです。なぜ使わしたかというと、その神を敬わない人たちが
イエス様を見て敬うようにするためなんです。アメ？目に見えない神を敬うのは難しいじゃないですか。目に見えないならば神がいることもわからないし、目に見えない神を敬うことは難しいです。神様は目に見える御子として、目に見える人間として、神様の子供を使わしたんです。全ての人がイエス・キリストを見るためなんです。そしてイエス・キリストを見て敬う者は血を敬うようになるためなんです。イエス・キリストを通して神を敬う道を開いたんです。イエス・キリストを敬うなら神を敬うのです。イエス・キリストを信じたならば神を信じるのです。アメン。イエス様の声を神の声として聞くならば神の声を聞くのです。イエス・キリストを愛するならば神を愛するんです。神様はイエス・キリストを通して人々を回復し、人々が神様を敬うように導いておられるのです。ですからイエス・キリストを信じるということはとても大事なことなんです。イエス・キリストを信じて私たちは神と人を敬うような心を持てるんです。もしイエス・キリストを信じないならば神をも敬わないどころか人をも敬わない人間になってしまうわけです。アメン。私たちは悔い改めてこれからはもっともっとイエス様を敬い、そして兄弟姉妹を敬い、人間を敬うものになりませんか。敬う社会いいと思いませんか。もう本当に敬わない世界じゃなくて敬い合う世界、それが神の国です。それが神の国です。イエス・キリストを信じてそのような神の国で生きることができるんです。日本の未来はそれしかないんです。日本の未来はそれしかないんです。敬い合う社会、イエス・キリストの愛によって、イエス・キリストを通してでなければ誰も父の御元に行くことはできないんです。父を敬う唯一の道、ワンウェイです。ワンウェイは一方通行という意味かもしれませんが、父なる神に通じる一つの道、天国に通じる一つの道、それがワンウェイです。イエス様が道です。イエス様が道です。兄弟姉妹の皆さん、そういうわけですからますます神を敬い、兄弟姉妹敬い会おうではないですか。アメン。アメン。アメン。私たちは誰からも尊敬されたいですね。誰からも敬われたいです、それは全ての人が言えます。ですから私たちは隣人を自分のように愛するということは良い人も悪い人も敬うべきです。悪い人をけなしたり悪い人を、ね、無視したらいけないんです。私たちはいい人も悪い人も敬うんです。それは神様がそういう方だからです。神様は良い方にも良い人にも悪い人にも太陽を昇らせ雨を降らせる方です。私たちは神の子ですから神と同じようにそのような態度を取りましょう。天の父様、感謝します。親を敬わず、また人を敬わなかった罪を許してください。人をないがしろにしたり見下したりけなしたり差別した
そのような傲慢な罪を許してください。あなたがへりくだって、すべての人を敬っているように、私たちもすべての人を敬うことができるように助けてください。そして何よりもあなたを敬います。イエス様、あなたを敬います。もっともっと、もっともっとあなたを愛し、敬えるように助けてください。敬う心をください。敬う信仰をください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。イエス様は父なる神を敬ってました。そしてそのイエス父なる神の命令に従って十字架にかかりました。命を捨てたんです。父なる神を敬っていたがゆえに、敬っていたがゆえに命を捨てるほどに従ったんです。アメン。私たちも父なる神を敬います。イエス様を敬います。命がけで、命をかけて敬おうではないでしょうか。自分の人生をかけて、自分の全身全霊でイエス様を敬おうではないでしょうか。それが、そのイエス様の模範です。イエス様の模範です。父なる神を敬っている姿です。十字架というのは巫女が父なる神を敬っている姿です。アメン。天の父様、感謝します。私たちは本当に、高ぶって、人を人と思わず、また神を神と思わないような罪を犯してきました。許してください。イエス様、ごめんなさい。これからは、あなたを本当に敬って生きていきたいのです。そしてそれはあなたの御心を覚え、御心を行うことです。あなたを悲しませないために、あなたを本当にがっかりさせないために、私たちはあなたの御心を行いたいのです。あなたを喜ぶような生き方、あなたの教えをしっかりと守るような生き方、私たちを作り変えてください。神を敬うものに作り変えてください。神が喜ぶようなものに作り変えてください。私たちをイエス様の血潮によって清めて変えてください。変えてください。書いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。日本はですね、礼儀正しい国というふうにも言われてきました。でもそれが形だけの礼儀ではダメなんですね。形だけの礼儀ではなく、その礼儀正しくする理由が必要です。その理由がイエス・キリストを信じる信仰です。聖書にですね、口先では敬うけど心では、ね、その敬ってないという御言葉があるんです。そのこの世の礼儀というのは口先では敬うけど心では、ね、敬ってないんです。それがこの世の礼儀です。聖書はそれを戒めてます。私たちは真心を込めて人を敬うべきです。真心から人を愛するべきです。口先だけとかね、その表面的なものだけではダメなんです。誰に対しても真心を込めて愛そうではないでしょうか。誰に対しても真心を込めて接しようではないでしょうか。その人の存在を尊重し、その人の意思を尊重し、その人を喜ぼうではないでしょうか。それが本当の愛じゃないでしょうか。本当の愛、それは心から敬うことです。アメン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 。
シャロン。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